フェレンチカーロイはウィーン生まれのハンガリーの画家である。ハンガリーにおける印象派の画家の一人である。ウィーンで鉄道建設技術者カレル・フロイントの息子に生まれた。父親は鉄道会社と共にブダペストに移ってその功績から貴族に除せられ、その時名前をハンガリー風のフェレンチに改めた。フェレンチカーロイは ハンガリーのショプロンの学校を卒業した後、法律を学ぶためにウィーンに移ったが、1884年に結婚することになる14歳年上の重視の画家、オルガ・フィアルカに勧められて美術に転じ、1885年にナポリ美術アカデミーに入学した。翌年ミュンヘンに移り、ミュンヘンでは、ホローシシモンやチョークイシュトバーンといったハンガリー出身の画家たちと知り合った。 1887年から1889年の間はパリのアカデミー・ジュリアンで学んだ。フランスの自然主義の画家、ジュール・バスティアン・ルパージュの作品から大きい影響を受けた。しばらく多くの芸術家が活動していたハンガリーの先天ドレで活動した後、1893年に再びミュンヘンに移り、フォローシ・シモンダーのグループに加わり、1896年には、 コローシシモンと現在のルーマニアのバヤマレに移って活動した。1900年にブダペストでの展覧会で評価を高め、ハンガリー美術アカデミーの教授に任じられ、ブダペストで活動し、夏はバヤマレで過ごした。1904年に美術家、グループ、ミンクの創立メンバーになった。ありがとうございます。